俺がフロンティアの戦場で目にしてきた中でもパイロットほど優秀な選手はいない。素早く動き、華麗で圧倒的、常に冷静で臨機応変、その上冷酷。パイロットから見ればただの壁でさえ戦術の一部となる。戦闘も格違いだ。特殊な移動能力で敵を惑わせ、どんな戦況でも常に優位に立つ。だが戦場のパイロットと一般兵の最大の違いは、パイロットとタイタンの絆だろう。タイタンとリンクすれば、他のパイロット以外にかなう相手はいない。フロンティアは俺にとって唯一故郷と呼べる場所だ。しかし今 IMC に資源を奪われ、破壊されつつある。逆らえば待っているのは死だ。デメテルの戦いでは勝利を収めたが、 IMC を倒すにはまだ程遠い。俺は今フロンティアの自由のため、ミリシアのライフルマンとして戦っている。パイロットになれる日を夢見て、いつかその日が来たら俺はパイロットとしてふさわしく戦えるだろうか。さあ始めるぞ、クーパー。たく、シムポットが船に再起動されたようだな。再調整しないと。どうだ、しっかり来るか。よし、行けるな。前回の練習は覚えてるかな。ニューラルリンクを設定。タイタンのリンクとはちょっと違うんだが、似たようなもんだ。新しい技術を学ぶときはまず気持ちを正すんだ。よし、だいぶマシだ。本来なら俺が訓練すべきじゃないが、お前にポッ、センシャルを感じるんだ。それに戦争中だしな、机でお勉強ってわけにもいかん。行くぞ、飛び越せ。ペースを上げよう。
ジャンプキットの補助を入れる。ジャンプキットはリラックススタビリティという原理で機能する。ジャンプキットがお前の動き方に順応すれば意識せずに高速移動できるようになる。綺麗なもんだろう。俺の記憶の中の故郷が元になっている。俺はここで育った。これが俺たちの戦う目的さ。鋼鉄と硝煙とは無縁の世界で。ジャンプキットの動作を確認しよう。基本のウォールランを試してくれ。殺したい。身をかがめろ。簡単なダブルジャンプだ。ゴーストに続け。俺たちはデメテルの戦い以来フロンティアの4分の1以上を取り戻した。ミリシアの体制が整ってきた。 IMC と戦う志願者も日々集まってる。お前のように。戦闘ではことが予想通りに進むことはない。戦場でどんな武器でも使えるようになっておけ。俺が戦場で見た武器のほんの一部だ。今度は射撃場だ。武器を装填しろ。精度を高めるには照準器を使って狙え。いいぞ。やりたいなら続けろ。いいならガンと。新しいガントレットがある。基準時間は2分だ。進むにはもっといいタイムを出せ。ゴーストに続くか自分の道を探せ。パイロットはバランス感覚が必須だ。スピードが最優先だが射撃も正確じゃないと。体に染み込むまで練習するのがガントレットだ。走りだ。壁の結果表を見たか。ベストタイム更新だ。誰にもそれぞれ得て不得てがあるから、いろいろな武器を使っておけよう。結果表には上達のヒントも載っているぞ。ウォームアップは終わりだ。マジでやりたければ他のパイロットのゴーストと競争できるぞ。だが一つ忠告しとく。このゴーストは SRS のトップパイロットのものだ。奴らを倒せれば訓練も5合目までは終わりだな。好きなだけガントレットに挑戦してくれ。これが終わったらお前にいいものを見せてやろう。
さあ始めるぞクーパー。たく、シムポットが船に再起動されたようだな。再調整しないと。どうだ、しっくりくるか。よし、行けるな。前回の練習は覚えてるかな。ニューラルリンクを設定、タイタンのリンクとはちょっと違うんだが、似たようなもんだ。新しい技術を学ぶときはまず気持ちを正すんだ。よし、だいぶマシだ。ペースを上げよう。ジャンプキットの補助を入れる。ジャンプキットはリラックススタビリティという原理で機能する。ジャンプキットがお前の動き方に順応すれば、意識せずに高速移動できるようになる。綺麗なもんだろう。俺の記憶の中の故郷が元になっている。俺はここで育った。ジャンプキットの動作を確認しよう。基本のウォールランを試してくれ。簡単なダブルジャンプだ。ゴーストに続け。俺たちはデメテルの戦い以来、フロンティアの4分の1以上を取り戻した。ウィリシアの体制が整ってきた。 IMC と戦う志願者も日々集まってくる。お前のように戦闘ではことが予想通りに進むことはない。戦場でどんな武器でも使えるようになっておけ。俺が戦場で見た武器のほんの一部だ。今度は射撃場だ。武器を装填しろ。精度を高める。照準器を使ってやる。やりたいなら続けろ。いいならガントレットだ。よし、今日は新しいガントレットがある。基準時間は2分だ。ゴーストへ続くか、自分の道を探せ。パイロットはバランス感覚が必須だ。スピードが最優先だが、射撃も正確じゃないよ。体に染み込むまで練習するのがガントレットだ。走りだ。壁の結果表を見たか。ベストタイム更新だ。誰にもそれぞれ得て増えてがあるから、いろいろな武器を使っておけよ。結果表には上達のヒントも載っているぞ。ウォームアップは終わりだ。マジでやりたければ他のパイロットのゴーストと競争できるぞ。だが一つ忠告しとく。このゴーストは SRS のトップパイロットのようだ。奴らを倒せれば訓練も5合目までは終わりだな。好きなだけガントレットに挑戦してくれ。これが終わったらお前にいいものを見せてやる。
ガントレットはもういいか。次の課題を見たい。よし、きっと気に入るぞ。さて、パイロットのもう一つの役割を学ぼう。タイタンだ。一機呼び寄せてみよう。パイロットじゃないのにやってもいいのか。ただのシミュレーションだ。本物じゃない。だがまず広い場所がいる。俺の相棒 BT だ。ヴァンガード級だぜ。ミリシア独自の技術だ。初めて俺たちが自作したタイタン用シャーシだ。今回は IMC から盗まなくて済んだ。さあやれ、初のタイタン要請だ。空を見ろ、ヤツがいるだろう。いいか、ライフルマン、そろそろ潮時のようだ。ここから出すぞ。機関システムを除き、パワーダウン。クーパー、準備しろ。落ち着け、コーン。仮想世界から出たばかりなんだ。回復に少しかかる。大丈夫、すぐ落ち着く。了解。全員、戦闘配置。演習ではありません。気をつけろ、奴ら本気で殺しに来るぞ。いい演習だったな。そのうちコツがつかめるさ。いつか一発のパイロットにしてやる、ライフルマン。だが今日は時間がない。ラスモーさん、アンダーソン、この野郎、下で会おうぜ。今日は新しい惑星が見られるぞ。墓場になるかもしれんな。下で会おう、クーパー。幸運を祈る。さっさとシムポットから出ろ、ドロップチックでな。
捨てモーサー隊、そっちの位置情報を確認した。向かっている。失うかもしれんが、起きたら回復してるだろう。ラスティモーサ、敵対弾が接近。エーペックスグレに脱出。了解だ、BT。伏せてろ、クーパー。BT、行くぞ。8時間ある。それまでにアークを封印して送り届ける準備をしろ。おい、リヒター、死体をいたぶるな、変態め。まだ仕事が残ってるだろう。死体を掃除しても報酬はない。行くぞ。7274リンク。クーパー、俺のタイタンをやる。俺のヘルメットとジャンプキットを使え。これが本番だ。彼を頼んだぞ。能力が足りません。能力低下。能力が足りません。
IMC の士官か兵士に投降しろ。断る者は死なない。俺たちは IMC だ。ブリックたち傭兵の手下じゃない。 IMC が従えという相手には従うじゃない。勲章でも欲しいのか。誰の指示でも構わん。マーダー大将だろうぞ、給料は出る。大事なのは山岳地帯の例の物を予定通りに稼働させること。本当だと思うか。技術屋は何と言っている。俺がそういうマニアに見えるか。だがもし本当なら今日のミリシアは災難だな。だろう。金のミリシア軍必ず武器は捨て直ちに投降するよ。
径は IMC の下。施設の敷地外には生物がはびこり、我々には分かる。タイタンだ。貴重品だぞ、撃ちまおう。まさか、ブリスクからそんな命令はない。あんな奴怖くない。傭兵が何だって言うんだ。言うのは簡単だ、だが銃を突きつけられてみろ。まだ大丈夫だ。何かでかい。動力低下、動力が足りません。動力3分の2、データコアを最初帰化しました。視覚システムオンライン、焦点を調整、大丈夫ですか。まあ多分今パイロットって言ったか。はい、亡きラスティモーサ隊員の指示であなたを臨時パイロットに任命します。昇進おめでとうございます。私は BT です。 BT か、わかった。現在システムを再起動中ですが、3個目のバッテリーがあれば起動が早まります。私はここに待機を。駆動可能になるまで可能な限りヘルメット内無線で支援します。IMC への投稿は推奨できません。声紋分析の結果、彼らは嘘をついているようです。心配するな BT、 どこへも行かない。わかりました。しかし移動を推奨します。 IMC サグレ自体が迫っています。ラスター3、置き去りにはしない。パイロットが単独行動を強いられるのは珍しくありません。回復しました。第9艦隊が襲撃されたため目標地点から離れた場所に着地しました。ここは敵地です。気をつけてください。長居はできません。俺たち生き残れると思うか。他に選択肢はありません。生き残りたければ臨機応変に対処しなくては。ラスティモーサとはどれくらい一緒に。隊員とは973日前にリンクしました。俺はそんなに長く付き合ったことない。了解。
戦闘地獄には非常クローキング機能があります。危険回避に役立つでしょう。司令官です。特攻兵団は SRS ミリシャの特殊偵察中隊の一部です。 BT 船に生存者いいえ、 MCS ジェームス・マカーランに生命反応はありません。だがライフボートの 90% が射出されています。望みはあります。彼らの希望を取り戻し、ライフに使う決意を呼び戻すのはあなたたち一人一人の役目です。フロンティアのため全てが抑圧されずに暮らせる世界を勝ちましょう。
戦場では一人ではありません。IMC は人々の無関心の中で抱えているので、困窮した人々を獲物にし、わずかな安全の代償として自由を軽く奪う。位置が知られてしまいました。あれは IMC の偵察隊です。敵の増援が向かっています。ニューラルリンクの確立が必要。最後のバッテリーを取り付けてください。動力最大。パイロット、進むにはニューラルリンクを確立するべきです。どうぞいつでも搭乗を。パイロットへリンク、ニューラルリンクを確立。パイロットタイタン艦のリンク完了。ライフルマンジャック・クーパー、あなたは BT7274 の臨時パイロットに承認されました。プロトコル2、任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。複数の敵の接近を検知。プロトコル3、パイロットの方、機関システムを再初期化中。ボーテックスシールドオンライン。ボーテックスシールドは弾丸やミサイルを捉えます。ボタンを離せば捉えたものを敵に向けて発射します。使用できます。肩に装着するロケットポットで複数の敵にロックオンします。ボタンを長く押すほど多くの敵にロックします。ニューラルリンクを確立。機関武器制御とモーションリンクを回復しました。パイロット、敵のタイタンフォールを検知しました。準備を。激しい戦闘が続きます。なるほど、悪党どもの始末か。ポジティブに考えないと状況は改善しないでしょう。ミリシアのタイタンを発見。監視番号 BT7274。 攻撃された。私たちの戦闘効率評価が上がりました。パイロット、 IMC のサルベージ隊はまだ来ます。生き残る唯一の方法は任務を執行し、アンダーソン少佐と合流することです。それまでは我々で切り抜けるしかない。ハドニマーク、直ちに移動してください。
IMC は我々を捜索し続けます。生き残る唯一の方法はアンダーソン少佐と合流することです。生き残るには臨機応変に対処しなくてはいけません。こちらウォンバット 3-2、 被害は甚大だ。ミリシア兵はいるか、救援を。被害が甚大だ。助かりました。積載弾を捕捉、逃げられない。タイタン兵器新型です。有利に戦えるでしょう。お、惚れ込んでるな。人間の言う愛には好意、関心、献身、敬意の要素が必要です。結論、私は 50% 惚れ込んでいます。パイロット、トーンロードアウトを使えば敵にロックオンして追尾ミサイルで狙えます。戦闘時に便利です。が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。IMC は
我々を捜索し続けます。生き残る唯一の方法はアンダーソン少佐と合流することです。生き残るには臨機応変に対処しなくてはいけません。こちらウォンバット 3-2、 被害は甚大だ。ミリシア兵はいるか、救援を。味方のバンガード救済艦だ。被害が甚大だ。 BT か、耐えてよかったです。隊員助かりました。どこへ行くつもりだ。敵対艦を救援。新型です。有利に戦えるでしょう。お、惚れ込んでるな。人間の言う愛には好意、関心、献身、敬意の要素が必要です。結論、私は 50% 惚れ込んでいます。パイロット、トーンロードアウトを使えば敵にロックオンして追尾ミサイルを狙えます。戦闘時に便利です。制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。
自動試験施設ドーム1は現在有害廃棄物ポンプでフィルター処理中。制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。メンテナンスオーバーライドを開始、流量制御ゲートを開きます。警告、毒性ガスがメインチャンバーに散る。制御室のセーフティーエアロック手順を実行します。パイロット、セーフティーエアロックがかかって制御室を出られません。他の出口を探してください。二手に分かれましょう。わかった。出口を探す。近くの出口から浄水施設の奥へ進める可能性が高いです。位置を追跡中、出口を探すことを推奨します。わかった BT、 君も出口を。了解です。怪しいやつだな。増刊です。スキャンでは水源はこの施設のどこかにあるようです。一本も無駄にできません。移動した状況。施設に残ってるミリシャ兵って分かっちゃいると思うが、ここは俺の施設だ。歓迎するぜ。俺が殺しに行くまでゆっくりしててくれ。すぐに行くぜ。第9ミリシア艦隊へ。下水処理場で捕まった。 IMC は新型の機械砲兵を使っている罠だ。パイロット、進路沿いにミリシア軍がいます。支援が必要かもしれません。会えてよかったです。うちの部隊が得られています。助けを必要としているはず。
IMC は。我々を捜索し続けます。生き残る唯一の方法はアンダーソン少佐と合流することです。生き残るには臨機応変に対処しなくてはいけません。こちらウォンバット 3-2、 被害は甚大だ。ミリシア兵はいるか、救援を。被害が甚大だ。味方のバンガード級隊艦だ。 BT から。あえてよかったです。隊員助かりました。お前の組織が始まるぞ。どうあがいても助からねえぞ、パイロット。兵器は新型です。有利に戦えるでしょう。お、惚れ込んでるな。人間の言う愛には好意、関心、献身、敬意の要素が必要です。結論、私は 50% 惚れ込んでいます。パイロット、トーンロードアウトを使えば敵にロックオンして追尾ミサイルで狙えます。戦闘時も便利です。パイロット、有料制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。敵のパイロットは剣。
だ。パイロット、流用制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。メンテナンスオーバーライドを開始、流量制御ゲートを開きます。警告、毒性ガスがメインチャンバーに充満。制御室のセーフティーエアロック手順を実行します。パイロット、セーフティーエアロックがかかって制御室を出られません。他の出口を探してください。二手に分かれましょう。分かった、出口を探す。近くの出口から浄水施設の奥へ進める可能性が高いです。位置を追跡中、出口を探すことを推奨します。分かった BT、 君の出口を。了解です。ケイ、こちらケイ。 IMC とミリシアのみんな、でもいい、大事。怪しい奴だな。同感です。スキャンでは水源はこの施設のどこかにあるようです。一刻も無駄にできません。施設に残ってるミリシア兵すぐ分かっちゃいると思うが、ここは俺の城だ。歓迎するぜ。俺が殺すまでゆっくりしててくれ。すぐに行くぜ。IMC は新型の機械砲兵を使っている。罠だ。パイロット、進路沿いにミリシア軍がいます。支援が必要かもしれません。隊長、パイプのそばに何かが。注意を。味方パイロットだ。隊長、ミリシアのパイロットです。撃つな、 SLS だ。ヘルメットを見ろ。味方と会えてよかったです。うちの部隊が得られています。助けを必要としているはず。
たちはここまでです。あなたは先へ。俺たちが食い止めます。連絡、サブジャンクション 3A でフラウラーが機能停止、直ちに撤去を。BT、行き先は？この施設を通ってアンダーソン少佐と合流しなければいけません。生き残る道は他にありません。ドーム3は現在有害廃棄物ポンプでフィルター処理中。パイロット、注意が必要です。君もな、BT、どこにいる？ヘドロの流れに沿って進んでいます。先の流れが強い、出口でしょう。前進を続けます。この先で合流できます。俺を焦がれたか？あなたは焼きませんよ。プロトコル3に違反します。まあいいや。また会えたな、相棒。そうですね、パイロット。パイロット、冷流を止める制御装置は隣の部屋です。ハドにマークします。
クズどもが。おい、俺が行く。システムをオーバーライド、緊急停止を開始します。電話を探せ。チェックを落とせ。アレス、パイロットは アルダフォー航空隊、チェックとか。ポンプ停止シーケンス 20%。ターゲティングシステムに干渉しています。それがどうした。いいから撃て。視界を確保せず光線域への射撃はプロトコル3に抵触します。ラムダ4航空部隊、陸投下。ラムダ4地上部隊、降下する。ラムダ5航空部隊、配置を陸投下。ポンプ停止シーケンス 40%。映像を再取得しました。危険な状況、援護を開始。パイロット、ソナーパルスを起動して援護します。パイロット、難しい戦いでしたね。見事でした。記録は作成しておきました。出口を特定しました。こちらです。
点を移行。プロトコル2任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。命知らずが。おやおや、ここに逃亡中のヒーローかよ。それも SRS のバンガード級タイタン。うわぁ、そう来なくちゃ。楽しくやろうぜ、クズ野郎。サルボコア、パイロット、テルミットの燃えかすは避けてください。損傷を受けます。敵タイタンを撃破。ヘルメット内無線は無事です。回収しましょう。通信の傍受は昔から行われてきました。これで有利に戦いを進められます。動かないと死んでしまいます。アンダーソン少佐はここを通りました。合流地点への近道かもしれません。行きましょう。